ほら、また神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを忠犬だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちっ、おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。ゲットは通れねえ。階段から行くぞ。もうすぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。中堅スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だな。邪魔すんじゃねえ。いや、このまま引きつけて、そのうちに叩け。
Thank you.
煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら至急異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 ッ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。